船舶のネズミ返し船舶のネズミ返しネズミ返しとは、穀物などの食料をネズミの被害から守るために、船舶のモヤイズナや倉庫などの貯蔵施設に取り付けるネズミ侵入防止用の器具のことである。船舶においては、渓流中、モヤイズナを伝ってネズミが侵入することを防ぐために、途中にネズミ返しを装着する。 多くの場合円盤内紙は円錐型の金属製で、やい砂に挟み込むように装着するための切れ目が設けられている。電柱のネズミ返し電柱や電線路では、地支線を伝ってネズミ等小動物が登り、備品を噛みちぎる被害が発生する場合があるため、小動物の多発地域においてネズミ返しが装着される例がある。高い床倉庫。 小判型のネズミ返し高床式倉庫では、床を支える柱からのネズミの侵入を防ぐために、オーバーハング状の早がり防止の部材をつけた。この種のネズミ返しは、ヨーロッパや東南アジアなど世界各地の穀物倉庫に見られ、日本では東京都の有形文化財である高倉など、八丈島に現存する高床式の建物でも、同様のネズミ返しが見られる。また、 ネズミの爪が立たないように陶器などの部材を使用する場合もあり、奄美地方の高倉では柱に金属板を巻く工夫が見られる。高い床式ではない土蔵などでは、戸口に網戸を入れたり、板を立ててネズミの侵入を防いだ。新潟県では、梁などから縄で下げて食料を保存する場合、縄の中途に板を通してネズミ貝を避けた。考古資料では、 高床式倉庫の床下直下の柱の上方や蔵の入り口に設けられ、方形、円形、楕円形の厚い板をはめ込む事例が見られる。弥生時代のトロ遺跡で初めて発見された円盤状の板が著名であり、静岡県伊豆の国市の山木遺跡ではその使用方法が明らかにされた。民族資料では、板材のみならず樹皮や土器など様々なものをネズミ返しとして、 使用している事例が確認されている。ABC 宮崎玲子、オールカラー世界、台所博物館柏書房2009年 ISBN9 兆7847億6013万3895ピアニーシモ、172から174、沖野エラブの高倉川崎市立日本民家園、2017年5月26日、閲覧 AB 田村、 ゴーダ監修 P108 ありがとうございます。